最後の二択で迷わない講座。皆さんこんにちは。レック専任講師の根本ですここでは私が延長期間に実施する講座二択講座について説明していきます。これどっちだろうあとうかうとえどっちだろう、まあ、こんなように二択に追い込まれることっていうのは多々あると思います。じゃあそれなんで二択に追い込まれてしまうのか 1つは知識が曖昧だったから切れない。でもう1個はいや「あ」も「え」も知らないよこれどうすりゃいいんだよと。という2つがあると思うんです。丸一については単純に知識を正確にしてないからなんです。でもね多くの方が二択になるっていうのは1ではなく2だと思うんですよ。 曖昧なものが二択になるではなくいやこれ分かんないよ聞いたことないよそういったものがメインだと思うんです今回扱おうと思うのは1ではなく2です1に関しては人によって差が出てしまうのでそこがちょっと講座共通項の講座としてはなかなか難しいことになります1については各自知識の対策え正確に区別するってことをやっていってくださいでこの二について もうちょっとえ分析をしますするとこれについてはもう知識がないと絶対解けないよというものと知識がなくてもある程度推測かけていけば答えまでたどり着けるっていうものがあります本講座で扱うのはこの黄色いマークーのところ 知識がなくてもも推測できるもの、それを対象にします、まあもちろん人によって、ね、いやこれ絶対無理だよ回答不能だよっていう人もいるかもしれませんが一応私の主観にはなりますけどねあこれは知らなくても解けるなんとかできるんじゃないかとっていった問題を厳選しておりますこの講座のコンセプト 二択になる問題をとにかく多く解いていこうそれによってセンスを磨いていこうよく言えば法的思考力悪く言えば博打ですこの手のものって勘を鋭くすることやはりそれに尽きるんです勘を鋭くするにはそういった問題だけで場数を踏むことなんですよ 二択になるしかも考えてなんとかなるようなものをひたすらやっていってあこんな感じでやっていくと当たりやすいなとそういったセンスを磨くことやはりこれに尽きるんです。はいということでこの講座二択に迫られる問題を多く解いていきます。具体的にはは問問題を使いまます過去問ではありません かつてやった当連問題を使っていきます。で、二択になっているような問題を使っていきます。具体的には、正当率が50%台のものいや、正当率が40%、もしくは30%の後半でも、例えば足の1が36%、足の2が38%、で、残りはまあ10%いかないぐらい。こういったものも結局1か2かの二択になっていると。50%台のものや、正当率を見て、 明らかにこの2つで悩んでいるなと,といった問題でなおかつできるだけ推測が効くものそれを皆さんに提示しますそして皆さんはそれを、えー、こちら時間を測って解くそして私が説明をしていくというスタンスの講座になりますでここですが 糸魚の,の二択だからこの二つだけ解いてじゃあ,ありませんもう五子全部ある状態のものをし示しますなのでまずこちらの方ですが二択まで持ち込めるかってことも一つの力なんですまず二択まで持ち込めるかでその上で二択で勝つかこの二つをやってくださいじゃあどんぐらいの問題かと 問題数かっというとこれぐらいですあの推測がつくものってやっぱり主要科目なんですよで、特に民法や不動産登記なんですね、一方、マイナー科目になると、もう推測どころか知らなければ打つ手がないっていうのがほとんどなんです。なんで、えこちらえ、二択が迫られるもの、特に民法や不動産登記、これが中心になると思ってください。 また問問題についてては憲法で1問だけ取りり扱っております。で次にじゃあ講義の方ですが知らないものをどうやって解くのかといったアプローチを中心にした講座になりますなので普段の講義みたいにこういう知識ですよこうですよだからこう当てはめるとこうですよではなくてこちら うん、ここでこう考えていくとなんとかできないかねというかここから持ってきてもこれこうなりませんかねとといった解説になります。なので5足全部説明するってことはまずないです。あの本当に注目ポイントだけに絞ってなおかつ「い」と「え」の二択で「い」の方が切りやすいから「い」の方で考えていこうと」とといった説明が多くなります具体的にはこんな感じです。 「あ」い、いえ、おが並んでいるあは絶対丸だね、まあ、いはおそらく×だけど分かんないかな。で「うは」は、まあ、推測つかないでしょ。「え」まあこれ×だって分かるでしょ。で「お」まあこれはちょっと分かんないかな。今回誤っているもの,の組み合わせを選べです。確実に誤っているのは絵なんだから絵から考えていくと「う」と「え」。 えとおの二択になるねじゃあ「う」と「お」「う」と「お」で切りやすいもしくは「う」とをどうやって切るか考えてみようこんな感じになってきますこんな感じで全部足見た上で「えこうこのここで二択になるね」じゃあどうやっていこうかってことを説明していきますでその説明の仕方について 知識から説明するではありません知識がないから二択になるのに知識を説明するというのもまた何なんかおかしなところです知らない状態からどうやって解くのかってことを説明していきますもちろんこれは主観が入ります私だったらこうやるよここからこういうことできるんじゃないのと,といった主観が入りますので必ずしもこの通りじゃないと思うんですでもこういったことを言うことによって っかかりのヒントにはなると思うんです。またその時に解き方のコツっていうのも説明しますただ実体法だったらまる作っておくと論点が明確になりやすいよ、まあ、これ言っちゃうとあの問題これ言っちゃうと駄なんでここからは有料ですよこのるまるはこういうの作っておくといいですよとか マイナー科目の場合は、こういうことをやっておいて、そこから推測かけると答えが出しやすいよ。といったことを説明したりします。こういったある程度のコツというのも説明します。その上で一え、一問一問解いていくと。まあ、解きながらまたコツを説明したり、コツを見てからもう一回問題を見たりとかしたりします。これは今回私が担当する二択講座というものになります。 受講を検討してみてください私の動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました